久保さん、ついにやりました。ついにやりました。あの、ずっと言ってたね、親に車を買ってあげる。終わりました。はい。買いました。買いましたね。300万。300万買いましたよ。<laughs> まあねほ、本当はね、もう,もうちょっと遅,遅い予定だったんですけど、 あのー、いい車が出まして、ずっと探してたんですよ。ずっと探してて、これええやんってうのは出たんで、行ってきて、買ってきました。まあ、あとはね、やっぱり、うちの親父がもう67なんですよ。あと3年で、ね、70なんですよね。これやべえぞっていう。もうだからもうやっぱね、賞味期限近づいてくると、やっぱり急がないといけないなと思っちゃいますよね。<laughs> うーん。 だ賞味期限の話ですね、今回。賞味期限のお話。やっぱ親孝行できる時間もやっぱ少ないわけですよ。うーん。なんで、あのー、やっぱりその、頑張って、頑張った方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ僕もね、やっぱ、まあでも300万って言ってもね、クソ安いですけどね。今までね、子供に対してどれだけ金、 ね、頑張って仕事して働いて子供に教育費払ってきたのかって話で、まあ、何千万単位じゃないですか,かそう考えるとまあその300万の車なんかねクそ安いようなもんなんですけどまあでもね、まあ、そういうふうに、えー、なんか親孝行できるそれぐらいの金額でもまあ親孝行できるっていうところ なって良かったなと思いますね。ま、あ本当はね、本当は500万のやつ行きたかったんですけど、いや、500はちょっと今きついな、みたいな。だからちょっとまだ、頑張んないでダメですね。本当は500だったんですよ。500払うともうだいぶ最新のやつなんですけど、そう、あの、だから 1, 1年、だから今2021年じゃないですか。だから2020年モデル、2019年モデルは500万ぐらいなるんですよ。 で僕、2015年モデル買ったんで、だいぶ5年前ですけど、ただ、原車見たんですけど、めちゃめちゃ綺麗で、まあ、いいかなっていう。まあ、軽自動車からすると、まあ、ずっと軽自動車歴、うちの親父何年だ ?40 年ぐらいか50年とかわかんないですけど。<laughs> まあ、ずっと軽自動車で、えー、運転してたんで、まあ、あの、来月納車なのかな。まあ、それにね、動画撮れたらちょっと動画撮ろうかなと思いますね。 うん、そうまあ喜んでましたねまあ楽しむよみたいなであとはまあその僕あの仕送りしてなかったんで <laughs> あのね久保さんは毎,毎月10万か20万ですかあげてるみたいですけどすげえなと思ったんですけどだから僕はクレジットカード渡してあのセルフバッグでねセルフバッグで <laughs>。 この前セルフバックでね1万ぐらい稼いだんですけどそのカードがもう確定したんで審査でそのカードを渡して <laughs> でそれでしかもそれ年会費無料のやつなんででそれをあの親父に渡してでこれでガソリン入れてみたいなだかガソリン代押し送りみたいなまああとはまあたいあのもろもろの維持費ですよね維持費はこっちで持つよみたいなうんだ僕名義で買って、えー、全部 なんだ車の維持費かかるじゃないですかまあそれはこっちで持つっていうところで言ってきましたけど、うん、まあ死んじゃいますからねこれはあ、まあ、うちのお親父はなんかちょっと残念があってましたけどねそのセリフを言うと「俺も死ぬのか」みたいなね <laughs> いやでも実際そうだからしょうがないですよねうんだって67でしょあと3年で70でしょ もう、あれじゃないですか。だって、70過ぎて75、80でしょ。もう、もう、ね、あと、まあね、100歳まで生きてる人もいますけども、あと十何年ぐらいじゃないですか。平均寿命80歳だとするならば、あと13年ですよ。発注ますよね、13年なんかは。80歳後、13、13年だったら80歳か。えぐいな。早いっすね。 そう、それでね、久保さんびっくりしたんですけど、あのー、僕ね、あの保険をどうするかってなって、まあ、金はこっちで払うんだけど、名義をね、どっちにするかっていうとこで、で、うちの親父のね、あの自動車保険の証書を見たんですよ。そしたらなんか11等級で、あれ ?11 等級なんか自動車保険で20等級までなんですよね、確かマックスが。あれ、俺15等級だぞみたいなで。僕ね、多分15等級ぐらいなんですよ。 ちょっとた多分ね15等級ぐらいなんですよでぼ僕はそのそうそう振り返ってみると18から僕はあの自動車保険入ってて一度も自動車保険使ってないんですよだ事故とかしてないですしそのまあんだなんか保険を使ってないですね一回なんかそのなんだあの人にな ガソリンスタンドで、ガソリンスタンドでバックしたときにバック見てなくて大学の時に、なんか擦っちゃったんですよ。後ろの車を。で、それは、その車はガソリンスタンドのお店の人の車で、まあ、あいお客さんだから、まあ、これぐらい払ってもらえばいいですよと。学生やし、みたいな。で、それ3万ぐらい払ったっていう、多分ね、当てたのはそれぐらいだと思いますね。だから、18の時から保険でしょで、今38じゃないですか。二十20年間僕保険、 一回も使ってないですよね。<laughs> だから、僕の方が等級高くて、うちの親父はなんか事故ったりとかして保険使ってたっぽいんで、あれみたいな。で、振り返った時に、あ、俺、自動車保険もう20年も契約してんのかみたいな。なるほどねみたいな。いや、クソ早いですね、20年で。<laughs> あ、ちょっと親父の等級より高かったのがちょっとびっくりです。今,今回の発見です。 親父の自動車保険の等級より僕の方がランク上だったっていうのが、ちょっとね、新しい発見でしたね。なんか親父結構、なんか人身事故もちょっとしてるんですよ。だからあのい言いましたけどね。俺の車買って、これで事故って知らな,ないでねみたいな。俺のせいになるからみたいな。<laughs> それはちょっと、釘を刺して言っときましたけど。うん。はい。まあ何を買ったのかね。またそれはそのうち発表しようかなと思うんですけど。<laughs> いやー。まあ、賞味期限ですね。自動車保険、SEO 的に自動車保険の投球について、自動車保給の投球とかにしておきましょうか。ね。SEO 的に。いってらっしゃい。